こんにちは、けななです。今日はクリスマスの生地、これも半年ぐらい前に出したね、ウィンタリーというモダの生地です。これパネルなんですが、これとこことここ、そして両端にこの木の生地があるというね、これウィンタリーという生地です。これね、バッグと枕、作ったと思うんですが、もう半年ぐらい前に出てて、クリスマスの、時期じゃなかったからそれにしたんですが、今回ね、もうクリスマスが近いということで、この生地また使っていこうかなと思って計画してます。で、合わせるのが緑、ブログに書いてますが、ちょっと参考にしたいね、この生地のデザイナーさんのホームページにあったものをね、ちょっと真似っこさせてもらおうかなと思って。で、フライングギースのパターン1,2,3,4,5,6種類かな、6種類あったから、これはクリスマスの柄です。で、このウィンタリーの種類がこれで、緑だったら何でもいいかな、出してきました。それでフライングギース、フライングギースってね、作り方ね、ミシンで作ろうと思って検索したら自分のね動画が出てきて、ちょっと気恥ずかしいから声を消してね、ちょっと作り方確かめて昨日試作しました。これなんでフライングギースっていうか、言ったらギースっていうのはグース、ガチョウの複数形がギース。で、これがね、ガチョウがフライング、飛んでいるというイメージで、飛んでいるガチョウたちということで、フライングギース、たくさん飛んでるという意味でね、付けられたパターンです。で、これね、ミシンで作る方法、このパターンに合う大きさをちょっと比率計算したら、この 8cm×4cm の長方形、これになるとちょうどいい感じになるなと思ってしました。で、これに必要なのが 12cm の正方形と 7cm の正方形、この2つの型紙で作っていきたいなと思います。このパターンを作るのに、この2色にしたいなと思います。これ本当に真っ白の生地、コンクリートジャングルっていう種類ですが、きなりがかったりすると、メインのこの生地、あまりにきなりがかかるとちょっと合わなかったから、このコンクリートジャングル真っ白にします。で、今回ね、これ、ここが模様生地になるんですが、このパターンはここが白にしたい。なので、この大きな方が白地、これですね、ここに当たる部分が緑、こういう風にして作りたいなと思います。で、この白生地1枚に対して緑が4枚切っていきます。縫い代をつけずに裁ち切りです。なのでもうギリギリ描いていきます。で、縦線を一応描いていきます。緑の生地も裁ち切りなので、縫い代をつけずに描いていきます。両側斜めのところにミシンをかけます。では8cm×4cm の長方形で裏に縫い線を描きます。 8cm 中心に印を書いて当てます。この頂点のところに目打ちで穴を開けて裏に通しておきます。この今開けたこの頂点の穴と、この長方形の左の角と右の角がここですね、この縫い線の上に来るように持ってきて、
この時にこの下の辺の中心も印をつけておきます。4枚できました。でどうしようかなっていう、この生地のデザイナーさんの作られたものをお見本にしようかなと思ってます。これがねポインターになって、こっちを刺してこっちを刺して、何を刺すかと言ったら8ポイントスターで、ここが1234567 8と8ポイントスターになるという感じです。でここ白切り忘れてるので今から切ります。そこの部分とこっちのこの部分に布を足します。ここが8センチ幅だから8センチプラス縫い代 1.5 を足した 9.5 センチ幅の布、このここの部分と同じ白布をこことここに足します。ここが欠けてるのでここをね繋いでいきたいなと思います。4センチ幅に縫い代 1.5 をつけて 5.5 センチ幅に切った布をまず横両方につけていきます。50センチの布を使ってるのでちょっと足りないから、これはここの縫い線で継ごうかなと思います。ここの継ぎ目で合わせます。はい、完成です。フライングギースが白と色物、これ通常のフライングギースの反対なんですけども、その意味はこういう風にしてポインターになるということでした。これはねこのファブリックデザイナーさんの作品ですが、そのまま作らせていただきました。あまりに素晴らしくて、こういう発想なかなか私できないんで、すごく感動的です。この前ね、あのピローにしたこの生地をタペストリーにしたという感じで、横が72センチで縦が54センチぐらい、コンクリートジャングルっていう種類のこの真っ白の白地を持ってきたっていうのは、なんかこうキラキラした朝日のようなそんな光り方を表現したくって真っ白の生地を持ってきました。まあ、成功だなと思います。でポインターでお日様を向いているという、でこれを使ったのでまだねこの木々の生地とあと4枚ね正方形のこのパネル生地、これがあるのでねまだまだ作れるなと思います。そしてこの緑の生地もまたたくさん余ってるので、これをね下四角つなぎにするか、そうしようかな。もうフライングギースはこれだけでいいかな。四角つなぎで
この周囲を彩って作ってもね、クリスマスっぽくなってすごくいい作品ができるんじゃないかなと思ってます。日本作品の写真を見ながら自分で比率をね計算しながら作っていったので、ね、時間かかりましたし、なんかこの辺ついたりねしながらやっていきましたが、もう少しね効率的な作り方もあったかなと思います。こんな感じで完成です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。